いやここからですね、あの、毎月恒例のですね、サイコパスの人生相談です。でなんでサイコパスかっていうと、実は僕あの、送ってもらった相談はですね、何一つ共感できてないんですよ。で、人間って面白いなというふうに思えるので、 すごい楽しいんですけども、相談を読むたびにですね、僕の面白がりポイントですか。どこを面白がってるのかっていうポイントもですね、ちょっと説明してみようと思います。リリーンさん、広島県の20代女性です。えー、性格は遺伝しますかということで、以前に岡田さんの動画で、性格や知能はほとんど遺伝で決まってしまうという話を見ました。母は私より6歳上の兄が大学で一人暮らしを始めた頃から、私への当たりが強くなり、理不尽な理由で腹を立てて怒鳴り上げ、暴力を振るうようになり、 父親がやりすぎだと止めると、なんで子供をかばうんだと大喧嘩するようになりました。そして普段から些細なことでも父親とも大喧嘩するようになり、私のことも敵のような扱いをするようになりました。大変だよね。私が中学生になって暴力を振るわれたら、やり返すようになってからは、手を挙げてくることはなくなりましたが、やり返すようになったんですね。えー、必要に寝ちっこく突っかかってくるのは治りません。私は父親に、見たいも性格も母親そっくりだな、というふうに言われます。私は女の子を妊娠中です。 絶対に母親のような母親になりたくないし、ならないと誓っています。でも岡田先生のお話を聞いてから少し不安になりました。もし本当に遺伝子で性格が決まってしまっていて、本当に母と似てるとなると、そういう悪いところも似てしまうのでしょうかまたそうだとしたら何か改善できる方法はないのでしょうか 人間のなんか、あの、なんだろう、行動とかそういうふうなものの90%以上は、えー、遺伝で決まるという、そっからのやつだと思うので、あの、これ基本的に僕の意見ではなくて、立花明さんの意見の本を紹介したので、ちょっとそこだけを押さえておいてください。で、その上でですね、あの、答えるんですけども、まあ、まずその、性格は遺伝するかどうかっていうのは置いときましょうよ。それはよくわかんないから。で、ポイントは僕はあの、母親とそっくりでですね、えー、何か問題があるのかってことなんですよ。 こお、面白がりポイントなんですよね。あの、リリーンさんは、すごいダメな母親がいたんですけど、ちゃんと育っていって、で、今子供を妊娠中で産もうとしてるわけですよね。リリリーンさんにとっては嫌かもわかんないんですけども、そんな、なんかクソみたいな母親の教育が実は間違ってなかったから、あなたはそこにいて、そして母親のようになりたくないというふうに思ってるわけですよね。だから、リリリーンさんがですね、母親の遺伝でですね、もし、 こっから先ですよ。こっから先、今はいい人なんだけど、こっから先母親の遺伝で子供をいじめたとしてもですね、その子は多分、また同じようにリリリンさんのようにですね、あの、リリリンママのようになりたくないと思ってですね、まっすぐ育つはずなのでですね、なん <laughs> も問題ないと思うの、ここなんですよね、僕のその面白がりポイントは。要するに、育児への不安をきっかけに、自分と両親との関係をなんか再整理しようとしてんのかなというふうに僕は、 考えました。普通よく人生相談だったら、大丈夫です。あなたは母親のようにはなりませんって言うんですけども、違うんですよ。母親のようになっても大丈夫です。<laughs> 母親のようになって、クズみたいな母親になっても、実は子供って何とかなるっていうのは自分で証明してるからですね。えー、そこら辺はですね、あんまり不安にならずにですね。それよりは、あの、 なんだろうな。育児を理由にして、育児にこつけて、親に恨み事を言うのではなく、もっと堂々と親に恨み事を言ってもいいと思います。親は嫌ってもいいものですからですね。で、子供を生まれてしばらくしたら、うわぁうわーなんか娘をいじめた母親の気持ちわかるわーになるかもわかんないので、それはもうその時のですね、チャンスというやつですね。 はい、お疲れ様でした。今日の無料動画はここまでです。アップグレード情報というかですね、まあ今考えてみると、例えばその、あの、性格は遺伝しますかっていう人に対してです、ね、僕はあの、基本的に、あの、まあ、クズな親が許せないとかですね、クズが子供を教育したら、あの、子供がダメになる、不幸になるっていう意見あるんですけども、僕はあの、教育とか育児に間違いは存在しないっていうふうに考えてるんですね。あの、もう、それは、 子供が結局生き残って成長したんだったらそれはもう正解であってですね、毒親であってもその経験をどういうふうに活かすのかはですね、もう自分次第だと僕は思ってます。僕自身は母親が急に新興宗教を始めちゃったりとかですね、結構親に振り回されてそんなにひどくないかどうか、まあこれ人次第ですよね。まあ結構ね、いろいろ言われたのでですね、親に関しては、毒親だったかもわかんないんですけども、ただそれは、 あの、自分自身が生きるということとそんなに関係ない。どちらかっていうと、毒屋に育てられたからとかトラウマになったからっていうふうなことで、30になっても40になってもそれを繰り返して、なんかこう、他人に説明したり自分への言い訳にしてる方が、あの、重症だと僕は思っているので,ですね、割とあの、クズの親でも別にいいじゃないかっていう考え方をしてます。 え続きが見たい人はですね、岡田斗司夫のですね、えー、アーカイブ、またはですね、まあ、公式のアーカイブですね、あとは、あのブロマガチャンネルというのがですね、ドワンゴにあるんですけど、あとはま YouTube のですね、えー、メンバーシップですね、どれか好きなものを選んでですね、ご覧になってください。ではまた、バイバーイ。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 ではではよろしく